チャンネルちょさあプロ野球ニュースということでね、えー、やってまいりましょうね派手な柄ですけどもこはね、えー、佐々木智也のゴルフ直球長部千葉テレビ今日ね、えー、撮影がありまして今帰ってきたところですけども動画をね撮っていきましょうということで、えー、今プロ野球界で、ね、クライマックスシリーズ前に話題になったのが楽天今江俊明監督1年で退任というね まあ退任というかまあ2年、まあ情報によると2年契約だったらしくて、それでまあ1年で退任というよりはまあ解任っていうことだろうね。っていうところで、えー、楽天のね、えー、森球団社長が今後について。 しっかりと結果を振り返り、えー、10日からの素格に向けてすぐに動くとね、来季日本一に向けて、えー、速やかに素格に対してね、動くという発表も、えー、してますし、前監督もね、あの、最後、えー、セレムリーの時にね、選手の頑張りでね、クライマックシーズンをかけた戦いができましたと、だが一歩届かず悔しい思いをしましたと、皆さんの期待に応えられず本当に申し訳ありませんでしたと、 いうところの、えー、謝罪会見だったと思いますけども、まあ、様々ないろんな、えー、反応があるかと思いますけども、えー、ここで、えー、里崎のね、えー、意見を、えー、言ってまいりましょうというところでね、まあ、今年の結果から考えれば、まあ、里崎個人的には最下位予想だったんでね、えー、まあ、交流戦も優勝して頑張れたんじゃないのかなっていう思いはありますけども、仮に球団の、えー、望み、目標、 え、計画っていうのが、さらに高いところにあったんだったら、おい、何やってんだっていうところになるんで、これはまあ、あのー、人によって期待感とかね、えー、によって変わるかなと。で、まあ、再配にしてもね、えー、結局、まあ、それはまあ、勝てなかったらうまくいけなかったって言われるし、勝ったらうまくいったってもう言われるしね。 あの、ま、あこのチャンネルでもね、安田使った方がいいんじゃないですかとかね、ベンチにいるメンバー使わないで終わるより、何のためにベンチにいるんですか使った方がいいんじゃないですか終盤に向けてとかね、いろいろ言ってきましたけども、自分の思い通りやって、結果が残ればそれでいいしね、まあ、周りの意見聞いて、それで結果残ればいいし、結局結果残れなかったらね、やんやんやん言われるからね、っていうところもあるから、もう俺は監督になったらね、好き勝手やって、で、ダメだったらやめればいいやんってね、えー、いつも言ってますけども、ま、あそういったところで、まあ、だからね、 2年契約が事実ななんだそれならば来年1年間は、まあ、4000万推定4000万だったからね来年1年間は多分4000万もらえると思うんだよねだから前どっかの動画でタオさんの動画かなタオさんがねなんかあの 口止め料で1年間払うから球団に対してネガティブなこと言わないように契約があって、いや、そんなんだったら金いらんって言ってもらわなかったみたいなことがあったけども、だからまあ、今円にしても多分来年1年間はお金払うから、1年間来年楽天に対してネガティブな発言をしないようにっていうね、えー、ところは契約的にあるんじゃないのかなと。いや、だからよ。就任する時から言ってたやん。あの、サズは。 あの、やっぱ3年ぐらいは最低、3年から5年は見てほしいと。ね。すぐ結果出えへんでと。で、俺はまあ再開予想だっただけにね、使い捨てになることだけはね、避けてもらいたいみたいなね。つなぎになることだけは避けてもらいたいみたいな。ニュアンスで言ってたと思うんだよ。結果はまあその通りになって。まあ正直、この結果はね、まあ本人はわかんないけどもね、予想はできたね。1年で解任されることは、正直ね、予想はできてたから、俺はね、びっくりはしない。 なんか、つなぎ感あったもんね。最初からね。だからまあ、びっくりもしないし、いや、そんなもんなんじゃないのって、俺は思うけど、皆さん、どうですかだから最近で言えば、西武の松井和夫監督ね、えー、2023年から監督になって、24年途中で解任だから、1年ちょいしかやってないしね。で、ソートバンクの藤本監督も、まあ、2年契約で、か、どうかわかんないけども、 ま、あ二年でね、退任になったし、早ければ一年ちょいでね、あの、休養まあ、休養となる鋼鉄になってるわけだからね。だから、え、そん、プロ野球界の監督コーチってそんなもんじゃないのっていうね。だから俺はびっくりもしないし、それはだって、いわば、雇われ店長みたいなもんだからね。正直ね。もしくは雇われ社長みたいなもんだから、それはその上にオーナーなりなんなりがね、球団社長とか、フロントとかいて、 それは気に入らなかったら変えられるのは当たり前だからね。だからもう言ってるやん。佐々木はずっと監督、コーチ、やる気ありませんと。ね。あそんな、あの、給料は安い。えー、やること多い。拘束時間長い。子供行事一切行けん。いつクビになるか分からへん。やりませんって言ってるやん。だからその通りになんねんて。こんなんもう、あの、どんなに騒いだって、あのー、もうずっとそれやで、ね。 だから、あのー、こんなことしてたら、やる人いなくなるとか言うけど、やる人いっぱいいんねん。結局は。需要より供給の方が多いねんから。正直ね。で、内部昇格させていくと、ね、外部から来る人っていうのは、監督、コーチでも、外部から来る人は、結構年俸払わないと来てくれなかったりもするし、あの、外で働いてる人たち、今、解説とか外で働いてる人たちっていうのは、今自分が稼いでる年収以上のものを出さないと、 行く意味ないじゃんね。よっぽど監督、コーチ、0円でもしたいですっていう人じゃない限り、ね、それ以上払わないで来てくれないんだから、外から来る人には年俸とかちょっと多くなるわけよ。でも、内部昇格って上がらないのよ。それなぜかっていうと、内部昇格を断ったら、首にされたら困るじゃん。だからするの安くてもね。だから今でも内部昇格で監督、ね、4000万安いやんって言うけども、それ断ったら首になったら0円になるかもわかんないんだよ。 そう考えたら、内部昇格下から上げると、会社の人事と一緒なのよ。ここ左遷ですよ、とかね。断ったら、クビですけど、みたいなね。で、辞めますって言って、めたら行くとかあるんだったけど、行くとかないんだからね。結局、そうだって辞めれないから、その言われたことを受け入れるしかないのよ。で、だからもうサッカーもそうじゃん。だって数十チームあるけど、監督バンバン変わるやん。ね。でも、監督バンバン出てくるやん。だからやる人が、あの、いなくなることはないのよ。 だから逆に言うと、もうそういうふうに、時代がひょっとしたら変わってくるのかもわかんないよね。実績とかね、名前とかじゃなくても、もううまく回せる人をもうどんどん変えていって、実績関係なく監督に当ててうまく回せるように、もうサッカー的な感じだね。まあまあでもそれでも結果出ればいいんじゃないので嫌だったら誰もしなきだけだから。でもいいね、やんねんから。どうせね。それなぜかというと、需要より供給の方が上回ってんだから。 数よりやりたい方が多いわけよ。そうなったら、待遇とか条件とか、良くなんないのよ。結局ね。だからみんながやらないって言えばいいんだよ。でも、結局やるのよ。だからまあ、こんなもんやろう。どうですか皆さん。俺びっくりもなんもしてないし、なんとも思わへんけどね。え、こういう、だから、だから、いつも言ってるけど、俺は言ってる。ね。あの、やるつもりないですよ、と。でも、やってあげてもいいですよ、と。いつもね。あ、監督コーチ、やってあげてもいいですよ。 こちらの条件飲めるんだったらね、っていうのをみんなしなきゃいけないのよ。結局、球団からのいいね、そして球団からのいいなりの条件を勝手に突きつけられて、こっちは何も言わないでサインするだけなのよ。結局ね。だから全部いいね、いいなりの条件で来て、結局使い捨てでパーンって切られるわけよ。それまあ、選手もそうだけど、みんな結局は使い捨てだからね。使えなくなったら切るだけなのよ。ね。で、それでなるわけじゃん。 それだったらね、だからこういうことが起きるわけ。ね。だから俺は言ってんじゃん。こっちからの条件全部書けますよ、と。ね。契約年数何年ですよ、とかね。えー、勝手に途中で解任したら、残りの年俸の、えー、10倍を、えー、10年間もらえますよ、とかね。大げさに言うとね。そういういろんな条項でね、いきなり首にしたら、多大な損害が出るように、こっちは多、多大なの保証が出るように、とかね。 えこういう契約、こういうもの、こういうものはさせてもらわないと困りますよ。こういう風な自由にさせてもらいますよ。えこういう風なとこはグレードアップしてもらいますよ。私の条件こうですよ。それ飲めるんですかえ飲めないんだったら、あ、じゃあいいです、いいです。やりません。っていうようにしないと、全部言いなりでやるからね。だからそうなるのよ。監督、コーチも。でも結局、言いなりでやらないと、ねいや。外で仕事のある人間はいいけども、言いなりでやれないと、特に内部昇格とか、 あとは渡りで球団渡り歩いててユニフォームほぼ脱いだことないと。ほぼ着続けると。安、俺は思うけど安いコーチの年俸ですら、えー、外に出たら稼げないとかっていう人はもうそらなるやんね。で、そしたらいいねでなるのよ。球団からのいいねでなるし、いい、もう言われた条件全部飲むんで、もありがとうございますみたいな感じでサインするわけ。で、そうなったらもうこうなるのよ。結局ね。 だから、騒ぐ人いるかもわかんないけど、いや、そんなもんでしょっていう。それが嫌なら、最初からやらなきゃいいだけで、え、わかってたでしょっていう。しかも、楽天とか、そういう感じやん。球団的にね。方針がね。俺はその方針が悪いとも思わない。正直ね。別に、周りに認められる必要もないしね。そういう会社のスタイルが、そうなんだったら、俺はそれでいいと思うよ。 で、それに賛同する人とか、それでもいいっていう人がやっていって、その中で、そのチームとして、会社として、組織として、結果を出していって、もしくは、俺だったら1年でも結果出るぜっていう人がいって、で、やればいいわけじゃん。ね。もしくは、いや、僕はもう3年じゃないと、3年じゃないと改革できませんと。3年あったらやりますっていうところで、その代わり3年は絶対に解雇できないような契約です。みたいなね。 ところを弁護士立てて契約持って持っていくとかね。最初からそうやってやってこないと。びっくりも、何もせえんけどね。今回のこの報道でしょうね、みたいな。まあ、想像はできたね、みたいな。絶対そうなるとは思わなかったけど、想像の範疇だね、っていうね。あの、ところだから、そんな、なんとも思わへんけどね。そんなもん、監督コーチってそんなもんやろうと。ね。 コーチでも1年でクビになってる人を知らないだけでい,いるしね。だからまあ仕方ないんじゃないのっていうね。球団が求める結果に答えれなかったら、監督の方が立場弱いような緩い契約してると、まあそうなりますよねと。しかも年俸4000万だ,からだとしたらね、来年監督やらなくて4000万払うだけだったら安いもんね。これが5億だってみ来年監督やらせへんけど5億払うねんで。 価値全然違うやん。大げさに言うとね。ちょっと極論になるけどもね。そういったところでも安く引き受けると、契約年数残ってても、首にしやすいんだよ。だって8000万の人の1年と一緒だもん。 そういったところでも、やらないっていう選択肢を持っとかないと、まあそういう条項になりますよと。でもそれは分かった上でしょと。ね。そういう組織ですよと。ね。でもそれは俺はね。何回も言うけど、いいも悪いも俺は思いませんと。それがチームの指針なんだからね。その中で結果残せるって思う人たちがやって結果を残したり、球団の思惑に沿う,うようにしてばいい、していけばいいだけだからね。っていうのが、えー、里崎の、えー、意見です。今回のね。 だから、まあ、納得、ね、佐渡崎の意見に納得できんっていう人もいるかもわからへんけど、そういうもんだからね、野球界、契約だから、結局ね、あのそれが嫌だったら、やらなきゃいいだけです、はい、最初から、絶対やらなきゃいけない仕事でもないです、はいあのー、監督、コーチは続けられるかどうかのノルマ設定ないんですと、もしくはやるときにね、この成績残したら、絶対クビできませんよとかね。 っていうのを入れるとかねまあいろんな対処方法はあるけどやっぱいいねでいいねいい条件でやるとまあこういうふうになりますよとねえー、いろんな人のいい勉強になったんじゃないですかっていうねところはありますけどもでもまあ考え方変えたらよ今やもさ監督元監督っていう肩書き使えんだからさこれを使って自分の未来へのマネージメントをして人生のねビジネスとかいろんなとこに生かしていけばいいじゃんね監督っていう肩書きなかなか作れないんだから。 大企業の社長と同じぐらいの肩書きの強さあるんちゃう佐々木監督の肩書きないからね。だから元、ね、楽天ゴールデンイーグルスの監督ですっていうね、えー、肩書きを元に、ここからね、人生広げていくっていう選択肢もあるからね、えー、そういったものをね、前向きにポジティブに捉えて、進んでいっ,ていってもらいたいしね。ということで、佐々木は、ね、こういう今回の今井監督、えー、退任、こういう、えー、見解でした。皆さんのご意見、コメント欄でお待ちしてます。<music>